大量に移民を受け入れた結果として、この人たちがですよ、どう政府にね、求めるか、こんなアホでもわかるじゃないですか。当然日本人と同じね、権利をよこせっていうに決まってるんですよ。で、日本はどうなります？その後。日本はこの人たちに生活保護を与えなきゃいけない。国民健康保険を与えなきゃいけない。こういうことになるんですね。どんどん日本が貧しくなる。でも今このことをですね、ことあげするですね、政治家が一人もおりません。どの政治家を見てもね、外国人の皆さん、イラハイイラハイなんですよ。こんなことでね、2679年間続いている我が国、日本をですね、これから先もまとめ上げていく。私は不可能だと思います。2679年間続いた国というのは、だからこそね、2679年続いたから明日も続くっていう保証はないんですよ。その瞬間瞬間において、日本を守ろうと、こう強く願った人たちがたくさんいたからこそね、続いてきたんであって、ですのでね、一人一人がこの外国人問題ということに、ぜひですね、注意を傾けてほしいと思います。そして、その注意を傾けたんであるならば、そこからですね、本当に日本経済は移民がいなければ成り立たないのか。で、そのね、答えの一つとして、日本第一党は皆さんに提示しております。縮小するなら縮小してもいいんですよ。人口が減るなら減ってもいいんですよ。世界中ね、どのね、世界でも同じなんですけれども、どの国を探しても、人口減少で滅びた国は一カ国もありません。一つもないんですよ。ところがね、移民で滅びた国だったら5万とあるんですね。